じゃあもう一個得意をやれって話。じゃあもう一個だけ嫉妬について。じゃあ、うん、嫉妬って嫉妬大事。じゃあちゃんと作家として言いますよ。哲学作家としてもやってますけども、哲理っていうね、あの、まあ、理科系と哲学を掛け合わせた哲理学っていうのがあるんですけども、嫉妬ってどういうメカニズムで起こるかっていうと、ものすごく簡単で、自分がやれてないことに対するジェラシーです。なんでかっていうと、あなたは今まで一回も H3 ロケットに嫉妬したことないと思うね。国産の H3 ロケットってあれめちゃくちゃ速く飛ぶんですよ。でもあなたが嫉妬する相手って同じクラスにいてちょっとあなたより足が速い人なの。要するにあなたが本気出せば追いつけるなって人には嫉妬するけど、誰もまだ新幹線に嫉妬したことないでしょ。新幹線マジムカつく、速いみたいな、俺より速いの許せないってなってない理由は、あなたは新幹線にはもうかなわないって頭の中で思ってるのよ。で、当然じゃない、当たり前だけど、嫉妬してる限りは本気出せば私は叶う、このたかしにだったら本気出せば私の足は叶う、だけど嫉妬してるイコール私は本気出してないってことなの。わかります。本気出せば叶う範疇にいる人に対してジェラシー焼いてるってことは、単純に嫉妬が起こるたびにあなたが本気出してないってズブ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 自分に言ってるだけなの、誰もキティちゃんに嫉妬したことないでしょ。キティちゃんに嫉妬したことないのにママ友とかに嫉妬するじゃない、ちょっと可愛いみたいな、お前ママ友の何億倍キティちゃん可愛いからよお前。でも誰もキティちゃん可愛いとか言わない。さらに言えば、もっとローラとかでもいいよ、わかんないけど、芸能人あんま知らんけど、上戸彩に嫉妬しないでしょ。もうそこには無理だと思ってるんですよ皆さん。それは分からん、ね、そこには無理だと思ってるけど、近所のママ友には嫉妬できるってことは、私本気出せばあのくらいなれるのよ、でも私本気出してないけどねっていうこと言ってるのよ。小学生がよく言うタイプですよ、あの本気出せばできるんだけどね、 でもやってないんだよっていう。だから嫉妬が起こるたびに、あのこのキティちゃんの話を思い出して、私キティちゃんに嫉妬してないのなんでだろう、キティちゃんに本気出しても可愛さではかなわないと思ってる私が、まあ、まともに嫉妬してるってことは、私あいつにはかなうと思ってるんだ、どこかで、でもかなってないっていうことは私努力してないんだってことで、嫉妬は全部あなたのせいっていう。なるほど、これはいい話になったんじゃないでしょうか。これセーフじゃない、さっきのリカバリーをする分ぐらいはあったんじゃない。なんかずれたかずれてないかはちょっと置いといて、全然拍手薄いですみんな。マジでやばいんだけど、こんな薄い会場すごい、初めて。でもこれあれでしょ、あのだからっていつも全力投球で本気で頑張れよっていう、その昭和根性みたいなのとはまた違いますよね。僕は何も頑張ってない。全然違いますもんね、その本気と。この頑張る理由はジャンルが違うから頑張るであって、ね、夢中ですよね普通は、ね、その夢中になるっていうことですよね、うん、それと自分がやってることにちょっとばかしの責任を持つみたいな、そんな感じなのかなって私は思うんですけど、どうですか。ね、タミさん、今のさ嫉妬の話分かりやすかったんじゃない。いや、分かりやすかったです。新幹線に嫉妬したことないでしょ。 3回目にオーシートって言うのかと思ったんですけど。やばいでしょ今日、いろんな意味でやばいよね。オーシートって言っとけばよかったの俺。それだけが俺の落ち目なの。本当に私はタミさんのこのボケなんかツッコミなんかよく分からんのがツボなのよ本当に。熱い。みんながこれ弾いてるのはさ、多分本当5時間もこんなこと聞かされて本当辛いんだと思うよ。いや本当にあのね、これが努力で、これを努力って言うんだよ。言い忘れたんだけど、お尻ね冷たいでしょ、ちっちゃい、もうなんかごめんね、お尻だけじゃないんだよ、もう椅子に座らせて、もう大変なんだよ、もう更年期迎えてんだみんな。そんなことないと思う。あの楽しかった人、イエーイ、ありがとうございます。思いのほか手上がらなかったなっていう。若干ねちょっと遅くなったね、こういうのね。そうだろう、はい。あのでもまだすいません、まだ続くんですよ。ですがあのちょっとあれなのよ、みつろさんはさっきマッサージで休んだから引き続きあの続きますし、あのお二人はそろそろねお時間。あ、それをそこは消したかな。そう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 、分かってくれた。そうなの、うん、あいいの、まだ入れるの。いやいや、ほらこっちはデートがあるから。そうらしいのよ、デートがあるから6時には出る。私はあの一緒の車でしたから、きみこちゃんをうるま市、あ、沖縄市、沖縄市まで連れてってくれる人がいたらタミさんは残れるらしい。どんな話。いや今表情がなんか険しくなったよ今、それ聞いたし。そんなことはないと思ったよね。これ私にはデートがないからね。それこれは嫉妬って言わないんですか。ねえどうなんですか、わかんない俺。嫉妬って言わないの、その時。正しい発音でさ、まあ、正しい発音あれですね、大人になってもいつまでも恋をするんだよって話ですねこれね。そうなのかな、あのお二人は、お二人はとか、キムコさんはね、もう超ラブラブ。本当にね、行ってみてください、合気味に、タミさんのところに。本当に壮大で、何もないコンビニまでも何十分もかかるようなとこ、これ暮らしてると思ったら、なんか、こんな言い方あれだけど、何の服にも気にもしなさい、おばちゃん出てきそうじゃないですか。そうじゃない、そうじゃない、このセンス。
これはもう見習うところがたくさんあるなって。周りに本当何もないね。すごい大草原のさ、すごい遠くのね、タミーさんに今から帰ったら多分3時間かかるのに、それを引き止めようとしてるのはすごいことですいやいやいやでもまあ帰ってもね、馬とイノシシとヤギと動物しかいないとこだからだから お子ちゃまたちも、お子ちゃまたちも馬に預けてるんです。え、馬がもう先生で、馬に普段預けてて、お子ちゃまを育ててるのは馬、馬なんです。全部馬任せで、あ、馬任せすごいね。それ聞いても引き止めるかどうかだよね。いやいや、引き止めませんよそろそろ人としてみたいなさあ、じゃ あの皆さんぜひ一度は馬に預ける自分自身を馬に預ける体験をぜひご興味がおありでしたら、タミさん、そしてキミカさんにどうやったらきっとこの2人と接触できるのかと思うかも分かんないけど、タイミングだそうなので、はい、何度も自分がアクションかけてみてください。きっといいタイミングでその出会い時間があるんじゃないかなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。続きますよ。じゃあみんなでお見送りする。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。